8月に19歳の誕生日を迎える若手女優の原菜乃華が快進撃を続けているようだ。出演ドラマのナンバ MG5 フジテレビ系は6月22日に最終回を迎え、6月29日の特別編でフィナーレ。本作では主人公の妹でヤンキー一家の長女、ナンバ銀子役を務め、兄の郷、間宮祥太朗を慕う姿や恋をする様子などで作品を盛り上げていた。ドラマの公式ツイッターでは7月4日、クランクアップシリーズと題して原が元廣克幸監督からねぎらいの花束をもらう様子の動画を公開。監督と握手する原はすでに感極まった様子で、皆さんのおかげで銀子でいられたなっていう風に思います、と、涙をこらえながら感謝の気持ちを伝えていた。ある、続けて、毎日楽しくて、また皆さんにお会いできるように精一杯頑張って努力して、またパワーアップした状態で皆さんとお会いできるように頑張ります、と、今後の女優活動に向けた意気込みを力強く語っていたのである。この4月期に原は、ナンバ MG5 に加えてドラマ、村井の恋、CBS 系にも出演。ベテランのバイプレイヤーならともかく、18歳の若手女優がドラマを掛け持ちするケースはかなり珍しく、彼女がいかに引っ張りだこの存在になっているのかを示していたのではないでしょうか。テレビ誌ライター。昨年は7月期の、ナイトドクター、フジテレビ系、二滴子優太、キングプリンスが演じる医師、深澤慎の妹役を務め、続く10月期には2クール連続の大型ドラマ、真犯人フラグ、日本テレビ系、にて相良家の長女、光役を熱演。こちらは若き IT 経営者、立花一世を演じる佐野隼人の彼女という、存在感のある役柄だった。この2作品で一気に知名度を高めた原、おはスタ、テレビ東京系、では2016年から2017年にオワガールを務めていたが、高校を卒業する前後の時期に、女優としてのステータスを大きく上げることとなったようだ。7月5日には新海誠監督の最新作、すずめの戸締まり、11月11日公開予定にて、1700人を超えるオーディション参加者の中から、ヒロインの岩戸すずめ役に選ばれたことが発表。新海監督からは、感情と声の距離が、誰よりも近い、と絶賛されており、実写ものの演技に加えて声の演技も評価された形です。選出、テレビ誌ライター、若手女優では広瀬すずが映画、ちはやふるシリーズ、やドラマ、ちや、ダン、CBS 系、で一気に人気と知名度を高めたのがちょうど18から19歳の時。橋本環奈の回進撃が映画、金玉、や、サイキクスオのプサイ型でスタートしたのも18歳の時だった。また新海誠監督作品では森七菜が18歳を迎える直前に、天気の子、でヒロイン役を務めている。そういった前例に習うと、今最も旬な10代の若手女優は原ということになりそう。今後のドラマ出演はまだ発表されていないが、そろそろ大型作品でヒロインを務めることになりそうだと、ファンも期待していることだろう。